はいどうも一般人です。じゃあね、今日も稲刈り機の方メンテナンスしていきたいと思います。じゃあね、この間やってた151の方だね、こっちの方 R1-151 のスカイロードの方ね、今やってます。2台目だね、これは2号機の方です。ちょっとね、こういう見えますかね、下見ると結構ね、藁とかが結構詰まってるんですよね。ちょっと拡大してみるとこういうね、藁関係をちょっとね取り除いていきます。藁関係をちょっとね取り除いていきます。結構ねいっぱいあるんで、思ったけどこれねちゃんとこうかぶせたもの、ね、中にこの輪が入ってきます。こういうの手でね、取れるところは手で取っていきます。前はねエアコンで飛ばしてたんだけど、結構ね藁が飛び散って大変なことになったんで、こういうね手で取れるところは手で取っていきます。どうしてもやるときはエアガンで取っちゃうんです。こういうのを取って大変なことになります。こういうのです上とか結構ねいっぱいあります。じゃあね、脇のねカバーとかも外していきましょう。ここもねこういって外して、これもね外します。ゴミがいっぱいあります。ちょっとね、行きましょう。はい、この辺りも結構藁がいっぱい詰まってます。藁をね、あらかじめ取っていきます。これに止まって。この辺にも溜まってる。こういうの、藁が。水でやるとね、チェーンとか錆びてダメになるんで、チェーンは使えないの。あ、ちょっとマスクした方がいいかもしれない。埃がすごい。マスクが必須だ、はい、やっぱね、マスクは必要だね。
最後の最後でもエアガンを使います。できるだけ手で大きいです。ここもね、外します。はい、じゃあね、このここもこれで外します。ここについてるこういうね、藁とかも全部外しています。最悪よ、エアガンで飛ばします。細かいできるやろ、できるだけは。じゃあね、今度下のカバーも外します。じゃあベルトだね。ベルトだね。じゃあベルトのバラがいっぱい詰まってるんで、できるだけ取って細かいのだけエアガンで飛ばしてもいい。すごいことになったらこういうの取らないと。かき集めるのがめっちゃ大変だった。そんなコビマーチってね、結構一時は楽なんだけど、あとの片付けが大変だった。後ろも外していきましょう。はい、Thank you.
こっちも結構すごいね。結構いっぱい藁がわらわらあります。このね、藁を全部ね外していきましょう。いや、めっちゃかゆい。なんかほこりかな、ダニかなんかわかんないけど、あれでいいよ。かゆくなるって肌が弱いとかちょっとできないけど、こうね、すごい。ここも外す。ここはね、切れるんで要注意です。ここやったの、一箇所ダメなとこあるんで。下の葉は切れるんで要注意。一番要注意が下の葉。上の葉は切れることと切れないことがある。切れるやつ。ギザギザがね、粗いやつは炊き込み用で、細かいやつはね、切るよ、切るよ。こうもにあったりすると、石によって違うから言うときは。水ぐらいで干しています。ちょっとね、ダメになってるところは結構こういうふうに絡まっちゃいます。分解して叩いて平らにしたらいいんだけど、袋に詰めるか、袋に詰めるか、引きましたです。言えないことはないかもしれないけど、半端ないゴミです。すごいね、これ。ああいう体が硬いなんか。あんまいいの？あんまじゃねえよ。あんまこれ比べよう。わらの海藻だと思うんだよ。はい、すんなかったな。
甘味がいるし、甘味に刺された説がある。めっちゃ甘味いる。ちょっと甘味を。